アポステリオリとは、より後のものから、お意味する、ラテン語表現であり、中世スコラ学においては、結果、秘訣から、原因、原理に遡る、機能的なという意味で用いられていたが、カント以降は、経験に基づく、後天的、非正徳的、語源的なという意味で用いられるようになった。アポステリオリは、アプリオリの対語だが、経験を通じて得られる知識は、 総じて100%確実な知識とはみなされない。従って、哲学者の中にはアポステリオリな知識をアプリオリな知識より隠したと位置づける者も,もいる。例えば、彼はいつも通りテストで平均点以上取るという発言も必ずとは誰も言えないのである。関東はアポステリオリな、つまり感覚、経験的なものだけでも、現象における多様なものを確知することができるが、 それだけで完全な認識をしたと考えるのは語尾なので、アプリよりなもの及び構成が必要であると言っている。必ずしも、より会の進級であるということではなく、相方的である。カントは、経験的直感なしに、客観的実在可能性のないものを、単に誤性が、構成的にもて遊ぶことを、戯れと表現している。事象が現れた後の確率を、 アポステリオリ確率という、アプリオリ確率が分かっていないと算出できない場合がある。ありがとうございます。